中山競馬場第3レース2歳未勝利芝内回り 1800m 戦16頭の競争です。ファンの見守るスタンド前、各馬のゲートインです。今日最初の芝での競争、ゲートの前を係員が次々に離れていきます。玉のジュメイラ最後に収まってスタートしました。内枠勢がいいスタート。まず先行争いですが、3番フェリアーの4番 NY パフューム、一気に外から16番玉のジュメイラ先頭に立っていきます。3番のフェリアーの2番手1コーナーにかかります。4番 NY パフューム、内からは1番ゼルタ、間2番のスリーブリーグ先段に続いて、外は13番ミラキラスパワー、1コーナーから2コーナーです。3番のフェリアーノ今日は逃げました。リードを1馬身で2コーナーです。2番手には16番タマノジュメイラがつけました。2馬身がいて、1番ゼルター、4番 NY パフューム、3番手4番手2馬身切れて13番ミラキラスタワー、5番手向こう上面へと出ていきます。この間から11番ギフトオブアート、内は2番スリーブリーグ、14番フィデリオグリーン中段につけていきます。1馬身差8番当選ワンピース、6番バイネルゾンターク、外からは9番のホービクトリー、並んで5番のハーメティキスト、中段後方で固まっています。向こう上面中間を過ぎていくところ、後方にかけて15番のプリマコロンが行きました。並んでいった10番のグラデュアリー、残り800を切って上がっていきます。後方2頭、そして12番マックスアドバンス、7番のマイネルオニキスという展開となりました。 3,4 コーナー中間、残り600を通過、前は3頭広がってきました。3番のフィリアーノ、16番タマノジュネイラ、そして14番フィデリオグリーンと3頭4コーナーにかかってきます。これらの外まで動いてきた5番のハーメティキスト、先頭まで 2,3 馬身のところ前を追い上げてきて、4コーナーのカーブ間を狙って4番 NY パフューム以下直線コースへ向かいます。逃げる3番のフィリアーノリードを1馬身ですが、外から並んできた5番のハーメティキスト、残り 200m 間タマノジュネイラ、外からは NY パフューム追ってきて、そして9番のホービクトリーの糸に坂を登って入れ替わって5番のハーメティキスト先頭、1馬身2馬身スキャルスフィリアーノ2番手ハーメティキスト先頭ゴールイン、2番手は3番のフィリアーノ、迫った9番ホービクトリー3着です。序盤は後方寄りの追走から徐々にポジションを押し上げて、4コーナーでは先段射程圏、逃げ粘る3番フィリアーノをゴール前捉えて抜けました。5番のハーメティキスト、ウィッシンマーフィー、キス強2勝目。勝ちタイム1分49秒に、上がりタイムゴールまでの 800m が47秒7、600m は35秒8です。